どうも、奈良コミのタカです。本日の天気は雨、テンション下がりがちになりますが、なんと今回は視聴者さんに教えていただいた海鮮のお店に行きたいと思います。海なし県の奈良県でリーズナブルに美味しい海鮮が食べられる定食があるということで、これは期待感大です。お店は近鉄五位堂駅の南側にあるということで、ナビに従って車を走らせています。皆さんはこの景色を見てどこかわかるでしょうか。わかったらなかなかの道マニアですね。細いような細くないような際どいラインの道を進みながら五位堂駅の方を目指すと、お店は見えてきたので、お近くのコインパーキングに停めていきたいと思います。ということで早速行ってみたいと思います。今回お伺いしたのは奈良県香芝市五位堂にある和ダイニング小嫁さん。お店自体パッと見は分かりにくいので教えてくださりありがとうございます。お昼のメニューはこちら、定食の種類が豊富にございます。今回注文したのはこちら、お造り定食。ご飯はおかわり自由とのこと。このボリューム満点のお刺身、マグロやサーモン、タイにハマチにタコにこれでもかって量がございます。しかも一枚一枚が分厚くて食べ応えが抜群。毎朝大阪中央市場から入荷されているということで、新鮮で絶対にうまいやつ。美味しい白ご飯と具沢山のお味噌汁もいただきました。感想は後ほどお伝えいたします。奈良コミ。はい、てなわけで和ダイニング小嫁さんの方で美味しいお作り定食いただいたんですけども、うまかったですね。新鮮ということでね、まずこちらの店なんですけども、以前ライブ配信をねさせていただいた際に、視聴者さんがねめちゃくちゃおすすめされてたお店なんで、早速ねお伺いさせていただきました。で、今回ねこちらねランチでねお昼にお伺いさせていただいたんですけども、オープンしてねまだ15分ぐらいしか経ってないのに、もうね満席で、そういった影響までね内観とかね、あと自分が食べてるシーンとかはね撮れなかったんですけども、まあそれだけ人気のお店ってことです。で、今回僕が食べたのがお造り定食ということで注文したんですけども、まずいろんな種類のお造りが入ってて、マグロとかハマチとかタコとかサーモンとかもいっぱい入ってるんですけども、一枚一枚がもう分厚い。もう食べるとねすごいねもう新鮮っていうのが伝わります。もう臭さとか一切なくて、でね大きいからこそボリュームもしっかりあるんですよね。めちゃくちゃ美味しかったね。ご飯もねおかわりできるということでね、まあ、隣のお客様おかわりされてたんですけども、でお味噌汁に関しましても具沢山ですし、お漬物もついて、あれで1000円切っちゃうっていうのがすげえお得やなと思います。他にもねランチメニューとして豊富にございまして、おそらく洋食定食かな、他のお客様が頼まれてたんですけども、エビフライとハンバーグが乗ったセットとかもすごい本格的で、あれも1000円切っちゃうんやって思ったら、もうすごいねリーズナブルやし、めちゃくちゃ美味しそうでした。またねこちら頼むメニューによって提供スピードとかも変わってくると思うんですけども、お作り定食に関してはすごく提供時間も早かったんで、ささっとね食べてささっとね仕事行きたいとか、そういう人にとってもおすすめかなと思います。でまた今回はお昼だったんですけども、夜はね居酒屋ということで、おだし巻き卵とかもう一品とか、もちろんお作りとかいろいろあるんですけども、お酒とかもいただけて、食べログのね口コミ情報によるとねすごい賑わってて人気のお店だということです。夜はね予約もできるということですので、あらかじめ行くの決まってたのに予約していく方がいいかなと思います。で、席なんですけども、カウンター席と座敷がありまして、 L 字型のカウンターで10人ぐらいねかけれるカウンターになってるかな。で、座敷は2つかな3つぐらいあるかなっていうところで、まあ、ちょっと二冠戦ね、もう大勢いらっしゃったんで、あまり周りこう見れるような感じでもなかったんですけども、すごいね賑わってる理由が分かるぐらいクオリティ高いお店ですし、すごいおすすめのお店やなと思いました。で、こちらのお店のこだわりといたしましては、毎朝大阪の中央卸売市場の方でお魚を持ってこられて、それをね調理していただけるということで、新鮮な魚を食べることができるお店です。またこちら近鉄五位堂駅の南出口の方からすごい近い場所になりますんで、徒歩 1,2 分やと思います。またお車で来られる際は、おそらくお店のね駐車場っていうのはないんですけども、近隣にねパーキングめちゃくちゃあるんで、そちらに停めてお伺いしてもらえたらと思います。奈良県海なし県ですけども、めちゃくちゃ美味しい魚料理が食べれます。おすすめです。ということで今回はこんな感じで終わりたいなと思います。他にもいろんな情報等を知りたいと思った方は、チャンネル登録、高評価、ベルマークの方ポチッとお願いいたします。あとツイッター、特にインスタの方もやっておりますので、フォローの方どしどしお待ちしております。本日のタカの一言、奈良でも美味しい海鮮食べれます。次回の動画でお会いしましょう。バイ、ありがとう。